政治問題で次いきましょうか9月の内閣改造の噂が出てますね改造してうまくいけば年内解散もありかななんていう話があるんですけれどもあ猫組長が言ってましたね今日はあのこれ猫組長に頂い,いた T シャツです白に赤パターンと青に赤かなまあ白いやつと青いやつと両方のパターン頂い,いてます今日何着てこようかなと思ったんですが来週猫組長さんに食事をご馳そうになるんで宣伝を兼ねて来てきましたまあ内閣改造ほとんど興味ないんですよ 内閣改造っていうんだったらまずあの岸田お前がまず首相を辞めろよっていうその一言しかないんですけれども多分私のチャンネルをご覧になっていらっしゃる方は百田先生や有本さん国務長のもご覧になってるだろうと思うんでもう3回目4回目に聞くことになるかもしれませんが G7 広島で行われたサミットですね安倍さん時代から温めていた路線ですごく内容的には実りのあるものだったのは評論家の 渡辺哲也さんももおっっししゃってる通りだし私もそう思いますであの直後解散風が思いっきり吹いて支持率も低迷していたものがパンと上がったものですから岸田内閣もですね解散するんじゃないかするんじゃないかって言ってたらしなかった。 ことについて、百田先生とその有本さん、が8月15日に新党の件でお会いした時の雑談で伺ったんですけれども。自民党は常に、今解散したら、何議席増えるか減るかっていう調査を定点観測でしてるんですけれども。あの時でさえ、私なんかやっぱ逆に言うと、外交とか、そっちに関心があるんで。これうまくいったから、岸田内閣の支持率上がったんだし。これはポイント高いなと思ったら、一般的なそうでもないのかもしれません。結論から言うと、あの時の調査だと、四十議席ぐらい減らすんじゃないかな。 っっていう結だったそうですねそれで結果岸田は青ざめてこれだけ支持率が上がったのに40議席も減るのかっていうことで解散するつもりだったのをやめちゃったらしいんですよねやっぱり決断力のない人ですねあの時やっとけば40議席減でで済んんだっていうことなんですよね今やったら多分歴史的大敗じゃないですか麻生内閣の時の総選挙で結局民主党が歴史的大将自民党が歴史的惨敗をして政権交代してしまったっていうぐらい負けるかもしれません。 でもね、難しいんですその時もねあの百田先生有本さんに言ったんですけどこの40議席減で済むっていう損切りって難しくって私も損切りできなかったせいで106億負けちゃった人間なんで <laughs> まあそこは人間の差がですね結果的に私は岸田が解散のタイミングを失ってズル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 いけばいくほどいいと思ってます。 ズルズルやって、支持率が戻る理由は一つもないんで、今やったらこれだけ減るってやってるうちにですね、最終的に実質任期満了選挙になったら、その時には自民党は歴史的惨敗を喫するんじゃないかと、私はもう今自民党に愛想を尽かしているんで、安倍総理なきやと自民党はここまで劣化するとは、想像の斜めを上を言ってたん、ね、で、だからこそ百田先生の新党にお手伝いをさせていただくっていうふうに決断したわけですから、次の選挙を楽しみに待っている。 っていうところですかね令和共産立憲はまずないまあそうなんですけどもねもう私もその通りだと思いますよ特に令和なんてひどい話なんだけれどもでも自民党だって一緒ですよ立憲だったら日本が壊れるって言ってるけど自民党が日々今壊してますからね同じ壊れるんだったら一回ガラガラポンしてそっから先のですね日本って今あのずっと低迷している理由そこにもあると思うんですよ人間みんなそうなんですよ特に日本人って調和を好むし激変を嫌うんで経済界もそうだし政治の世界 でもも自民党に変わるものがないだとか安全サイド踏んじゃうんでどん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 知らないうちにゆでがえるになっちゃうっていうか100年に1回国家が滅びるとか大転換以外ではなかなか変われないっていうのが日本人なんですね明治維新そこから第二次大戦の敗戦で今はそのぐらいの時期だと思うんですけれども一回ガラガラポンしてみて今だってどん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 劣化する方向しか行ってないんですからとりあえず自民党と公明党の今の連立政権を崩して麻雀で たら次のハイパーを見てそこからどういう手作りしていくかっていうこともありじゃないかなとは思ってます。皆さんどう思いますかね。またもう一杯。 そういえば、あれ話さないわけにいかないですね。私が ABEX 松浦のことをケチョンケチョンに言ってあげた YouTube の動画、見てくださった方、どのくらいいらっしゃいますか前の前の金曜日の夜8時にアップして、16時間後に目を覚ましてみたら27万ぐらい回ってたんですけれども、その後数時間で動画消しちゃいました。 若干ツイートもしたんですけれどもどういう経緯でどんな形で動画を消すことになったかはこれも引っ張っちゃいますけど詳しくは有料会員さんの皆さんにはわりかし実名入りでお話ししたいと思いますあれはねきっかけはちょうど1年ぐらい前ですね1年前に港区の飲んでるその港区女子から何人かから言われたんですよ井川さんエ p ペックスの松浦さんが YouTube で井川さんのことなんかグダグダ言ってるわよ とか言われてで,す、ね、でも私あの YouTube 自分で始めた今でも実は YouTube 見ないんです私活字派なんで動画って見ないんですよね <laughs> あそうなのなんて言ったら全然視聴数上がってないけどねなんて言われて23人から聞いてたんですけれどもまあいいやと思ってたんですよねで自分が、まあ、YouTube にこのまま始めることになって全然わかんないんで YouTube とかやってなかった親父なんで YouTube のコンサルしてくれてる人間と YouTube ってこうやって見るんですよなんていう中で松浦、まあの場面が出てきたわけですよ何かっていうと多分ご覧になってる方もいますけれどもおい持ったか お前は忘れてるかもしれないけどっていうとこ。まあ、そこから先はね、俺が社長になった時に、ね、お前が言ったの、お前を覚,覚えてるかどうかは分からんけれども、もったかお前は俺によくお前みたいなやつが、お前ってのはその松浦のことですけどね、上場企業の社長になれたなって言ったの俺は覚えてるぞみたいな内容だったわけですよ。よくお前みたいなのが社長になれたなって言ったのは言ったかもしれないし、多分言ったと思う。多分言った。絶対言ったと思う。でもね、俺がムカついたのは、俺のことをもったかって呼んだ部分なわけですよ。松浦と俺は同い年なんですね。確かにね、20代半ばぐらいから同じ 場面ででよく会うことがあったので、ね、彼は、ね、いつもねお酒入らないと一種の対人教怖症なのかな彼いつもねボーダーのカットー当時は来てたんだけど酒入んないとそんな悪いやつないんですよいつもこうやってきちっとこうちんまり座ってはあっていう感じなんだけど酒が入るとよくいるでしょどっかの会社の経理の係長ぐらいで普段はかの泣くような声でハイハイ言ってるのにその分貯めてるものがあるのか社内の飲み会とかになって酒入ると突然なんか役員に対して「おいお前!」とか言うタイプそういうタイプなんだからねそれはいいんだけれども俺のことをね持ったかって下の 名前を呼び捨てにしていいのは死んだ俺の親父ともう一人お世話になってる方だけなんだよハイボールの一杯もごちそうになったことのない松浦にね何でもったかとかで呼びされなきゃいけないんだよ俺もあいつのことマサトなんて下の名前で呼び捨てたことないよそれを見てイラッとはしたんだけどその次ねよく社長になれたな っっってて俺が言ったっていうねそそそうだろうって話なわけですよそのことについて俺は挙げたわけ。それは普通そんな奴が上場会社の社長になっちゃいかんだろうっていう話を入れたんだけど、でしかもその内容っていうのは別に俺が初めて言うわけじゃなくて週刊誌にも書かれてるし、松浦の周りのやつはみんな知ってることなんだけども、松浦のこと勘弁してやってくれと、思ったかの言うことはわかるけれども、まあこれはって言ってくれたのと方のとの筋があるんで、もう俺今後そのことは触れないことにしてるんで、今言わないけれど、みんなが知ってることなのよ。俺だけが知ってるわけじゃなくて、 みんな知ってることを一応いろんな人間関係とかあったりだとか忖度して言わないことを俺は今怖いものなしだからバーッと言っちゃったっていうだけの話なんでねそれはまたあの有料部分で話そうかなそうねじゃあなんかすいません事務局の方何か今までであもらったコメントから拾って話したらいいかなっていうことを今問い合わせたら LINE しましたよと言われたんで。谷さんが林法制 に同行してウクライナに行かれてる件についてご意見を伺いたいです。 そんな場合じゃないでしょ自分の会社に火がついてんのにやってることの優先順位に間違ってんじゃないの楽天モバイル多分1年以内にはグループごと身売りでしょ秋元逮捕の件ルーリー関係してるんですかこれは知らんけれども、まあ、ルーリーのあのツイート見るとひどいね難しそうな単語を並べ立てて値打ちをつけるやつって基本的には頭悪いからね本当昔から言われる話だけど頭のいいやつは難しい話を簡単に説明する頭の悪いやつは単純な内容を難しく説明する まさにブーリーってそんな感じだよね。百との剣 高市早苗さんを入党させて入党していただきたいですよね本当に少なくとも私が見た印象で安倍総理の意思を継いでらっしゃる方は高市さんだけかなって気がしますね自民党が割れて一定数離党してどことくつきますか自民党はね割れないと思いますよ特に過去に何回か分かれましたその結果どうにもならなかったっていう経験でやっぱり数は力だと思ってるんで割れないと思いますねただ今回は割れるも何も私の希望としては衆議院の議席を半分に減ら 減らしてほしい半分に減らなくても100議席ぐらいは減るんで割れる以上の効果はほっといてもあるんじゃないですかね。 自民党保守層で好きな議員はいますか今ね、散々自民党の悪口言いましたけれども、個人としては好きな人多いんですなんだったら山本太郎と会ってみて、飲んでみて、あ、こいつ楽しいじゃんと思ったら友達にはなれると思う。日本人ってそれが苦手なんで、議論した相手だとか、論争した相手、あるいは思想、心情が違う人間とは、相手の人格まで否定しちゃうっていうところがあるんだけども、そういうウエットなところは、日本人の欠点だと俺は思ってるんだけど俺も日本人だからそういうところあると思うけれども、それは極力ないようにしようと思ってるし、 ある意味、ドライな人間なんで、自民党にも親しくさせてもらっている議員はいますし、お世話になってる議員もいますし、そういう意味で言うと、ツイートも知ったけれども、野田聖子先生、野田聖子先生なんでとか、いろいろ右の人とからは言われるんだけど、なって長くお付き合いさせていただいてるもーんっていうこととね、個人的にはとても素晴らしい方ですし、鈴木隼人大医彼はあの、つっかまの後輩で、東大の後輩で、実際にいいやつなんで、一緒にいるといいやつだし、国会議員の中じゃ割とイケメンだしね、あんまり相手はの 飲みに出ないけど港区たあと3人のうち1人という意味で言うと「You are the last but not the least」っていう映画の言い方で最後に紹介する人間の場合そう言うんだけど最後だけれどもそういう意味じゃないんですよっていうんで言うとやっぱり岸信夫議員だよね安倍総理のおいごさんであられるしお父上は岸元防衛大臣ですから安倍総理の思想国家観心情を受け継いでいただくことのできる。 最有力候補だと思ってますから応援してます。 ユーチューブはアーカイブのみですかいろいろちょっと試行錯誤この2、3回してみたんですけれどもユーチューブはですねあんまり過激な発言をするとバンされてしまう可能性があるんでせっかく今までフォロワーが増えたものが私のツイッターみたいになっちゃったらですねあれなんでツイッター私15万5千ぐらい行ってたのにですね本赤は米国民主党批判したせいでバンされちゃってそういう時のために置いといたサブ赤4万から4ヶ月かかってやっと今7万いくかいかないかぐらいなんでなんでちょっとユーチューブはですね ですね、今までは同時配信でいこうと思ってたんですけれどもニコ生で話した内容を一応編集してバンされないようにですね手直ししてお化粧してあげるようにしてますなので過激な発言を聞いてみたいという方はぜひニコ生の方で登録してくださいもっと過激な内容はニコ生の有料会員のところで見てください最後にちょっと告知をさせてください私はあの月額9万9000円っていうとんでもないサロンを主催してるんですけれどもそちらも 今度、9月末に若干名追加募集をさせてもらおうと思っています。 てますあと9月13日に毎月1回のトークライブ液晶画面を通してではなくてですね直接ライブハウスで皆さんとお会いしてなおかつ半分以上はもう質問に答えていくっていうですねインタラクティブなものもやってぜひやってくれっていうんで前回第1回もやりましたけど今月からとりあえず向こう6ヶ月継続するつもりで毎月1回やるものを9月13日入ってます。たただライブのの配配信信もやりますので関心があったらぜひ の方を1500円というあの有料なんですけれども良かったらご覧になってください。そして次回ニコ生は9月20日ということでお願いします。来年年明け以降は隔週水曜日基本的に固定したいとでも何かよっぽどのことがあって変更するときもありますけれどもちなみにですねこれってあの百田先生にニコ生の大先輩の百田先生に教えてもらったんです。あ みんなに言われたんな。有本先生にも言われたし、猫組長にも言われたんですよね。いかさん、日にち固定せなあかんで、とかですね。一応、保守言論人みんなそれぞれ有名な人、曜日決まってるんで、そこに被ると、ライブ見てもらえへんで、っていうことになりましてですね。基本的に、年内もできるだけ水曜日でまとめてますけれども、若干イレギュラーあります。日曜日って日があるんですけれども、年明け以降は、各週の水曜日と ということでやろうと思ってます。ということで次回は9月20日8時からやりますのでぜひご覧になってください。ということで一旦公開パートはここで終了させていただきたいと思います。5分ほど私がスピリタスを2、3杯飲んだ後会員限定パートは再開させてもらおうと思ってます。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。